こんにちは、波風です。本日も動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。今回この動画はルックブックということで、秋冬のコーディネートを5項で解説していきたいと思います。先日インスタグラムでどんなコーディネートが見たいですかと募集をしたところ、ヨークのレザージャケットを使ったコーデ、ユーゲンのジャケットを使ったコーデ、あとはコートのコーディネートなんかをいろいろ見たいというのが結構多く寄せられまして、なので今回はね、コートとかアウターメインのコーディネートをお見せしていきたいと思います。ということで早速やってまいりましょう。皆様のファッションの参考にしてもらえれば幸いです。それでは参りましょう。それでは1コーデ目、コートは LE、 ジャケットは小森、シャツはナイスネス。こちらはナイスネスの今季のルックの柄のカディシャツをインナーにして、セットアップで合わせてるルックがかなり好きで、そこからコーデを組んでみました。このコーデの主役は LE の今季のバルカラーコートです。この暗めのネイビーの色味と厚手のウールの生地感がとても上品で気に入っています。コートを引き立てつつ、インナーにナイスネスの柄を少しだけ見せてエッジを効かせたコーディネートです。シンプルなコーデの中に一癖効かせるコーデもとっても好きですね。スニーカーで合わせてもいいですが、インナーに柄物を入れているので大人っぽさをプラスしたいなと思って、ユッカスのブーツ、小森のGジャン、あやめのメガネと他のアイテムはオールブラックで揃えています。髪型は今回は強めにかけたランダムスパイラルパーマのダウンスタイル、3年 A 組の菅田将暉さんのようなヘアスタイルですね。今回のルックブックのテーマはコートやアウター類を使ったコーディネート、裏テーマとしてコートを脱いでもかっこいいスタイル、そこを意識して組んでみましたので、そのあたりもぜひご覧ください。脱いだ時はね、この G ジャンがかなり気に入っていますね。小森の G ジャンでブラックのカラーなんですけど、かなり薄手で使いやすくて重宝してます。コートを着た時のね、このドレープ感めちゃくちゃかっこいいのでおすすめです。それでは2コーデ目に参りましょう。2コーデ目は去年に買ったユーゲンのダンというアウターを少しクラシックな印象に合わせたコーディネート。コートはユーゲン、トップスはジョンスメドレー×レショップ今季のものですね。去年買ったアウターの中では個人的にかなり名作となったこのユーゲンのダン。こちらのアウター、外側はパッと見レザーのような感じに見えるんですけど、特殊なラバーコーティング生地でできているのと、裏地のチェックのウール生地のバランスがどこかモダンな印象でとても気に入っています。インナーをレショップ別注のジョンスメドレー、イギリスのザ・ジャムというバンドのね、ボーカルのポール・ウェラーをイメージして作られたアイテムで、こちらは深いグリーンの色をチョイスしてみました。パンツはアルテリアの今季春夏で買ったビゼンギャバジンミリタリーパンツ。このね、アルテリアのパンツのシルエットめちゃくちゃいいんですよね。2本持っているんですけど、どちらも程よい太さと太すぎずといったシルエットで、大人の余裕感が出るパンツとなっております。締めるとこんな感じですね。ユーゲンのアウターは締めた時のシルエットがめちゃくちゃかっこよくてとても気に入ってます。足元は今回もユッカスで引き締めて、手に持っているのはナイスネスのハンドバッグですね。脱ぐとこんな感じです。脱いだ時もね、ちょっとクラシックな装いで合わせてみました。いかがでしょうか。それでは続いて3コーデ目、こちらはコートがオーベルジュ、セットアップはオーラリー、シャツはイレーブですね。こちらのね、オーベルジュわがまま別注のトレンチコートを主役に組んだコーディネートです。このわがまま別注のオーベルジュのコート、光の当たり方でチャコールグレーに見えたり、少し紫がかったグレーに見えたりと、独特な色味とドレープ感がとても気に入ってます。なんか高級感あるんですよね。そんなトレンチコートをオーラリーのオリーブカラーのカジュアルなセットアップに合わせてコーディネートしてみました。このオーラリーのセットアップ、確か2018の AW のものなんですが、もうね、4年前ぐらいのものですが、かなりこのシーズンのオーラリー、男らしさと土臭さがあって、とても気に入っています。
バッグは今季買ったナイスネスのシックなブラウンのレザーバッグで合わせてみました。小ぶりのレザーバッグはこういったセットアップのねコーディネートのアクセントにもなるのでとってもおすすめです。脱いでもかっこいいコーデいかがでしょうか。イレーブのシャツはこのようにねセットアップのインナーに入れたりするときに結構タックインして合わせるとかなりシックに決まって気に入っています。オーラリーのこの襟のねディテールがちょっと大きめなディテールがかなりかっこよくて気に入っております。それでは4コーデ目に参りましょう。ヨークの今季のグリーンのレザーカーコートをポイントにコーデを組みました。テーマは大人のストリートコーデ。コモイのブリーチデニムは大人のストリートコーデをね作るのにかなり気に入っています。割とどんなコーディネートにも合う万能なパンツですね。買う前はブリーチデニムがこんなに使えるアイテムだって気づきませんでした。オーバーサイズのレザーコートにインナーはアルテリアのフットボールティー。全体的にカジュアルな印象で合わせてみました。カジュアルに合わせているので全体のバランスを見てバービックのブラウンのローファーを使って少し大人っぽい要素を入れてコーディネートを引き締めてみました。顔周りはアイバンのクリアフレームのサングラスをプラスしてさらにちょっとねイケイケなストリート感をプラスしています。個人的にこの合わせ方すごい好きですね。ヘアスタイルもねアップバングにしてもいいと思いますが今日はねちょっとダウンスタイルで少し可愛らしい要素をプラスしてちょっとね中和してみました。皆様はどのコーデが好きですか？ぜひコメントの方にも好きなコーデ教えていただければ嬉しいです。脱ぐとねこんな感じ。脱いだ時にもただの T シャツじゃないのでフットボールティーっていうのは秋冬でもまあ冬だとちょっと寒いと思うんですけど秋ぐらいだとねちょっと昼間暑い時は1枚で着てもかっこよくて様になるコーディネートになっております。それでは最終コーディネートだ丈太郎。最近このナイスネスのワイドなブラックデニムにクラックスのベージュのデザートブーツを合わせるのにハマっています。コートが主役のようなんですがこちらメインはパンツを主役に考えてコーディネートを組みました。パンツって言ってもパンティーではないですよ。カラーの組み合わせは深めのグリーン、暗めのネイビー、ブラック、ベージュと4色使っています。しかし暗めのトーンのものはね数色合わせてもまとまりがいいと思うので足元にベージュを持ってきてやや外してあげてバランスをとっております。クラックスのデザートブーツはベージュとブラウンの2色持っていてデザートブーツ買った当初はワラビーの方が使いやすいかなって思ってたんですよね。ただ履いていくうちにワラビーよりもややシャープな印象で大人っぽく合わせられるのと太めなパンツ細めなパンツどちらでも万能に使えるのでかなり気に入っています。アムロレイです。そして最近よく被っているのがこの木島孝之のスウェードのレザーキャップです。生まれてこの方キャップをずっと子供っぽく見えるから買ったことがなかったんですがレザーの素材感で子供っぽく見えず合わせられるのでとても気に入ってます。親父にもぶたれたことないのに。キャップ苦手という人もこのレザーキャップのような大人っぽい素材感のものをチョイスすると意外といけるって方も多いんじゃないかな。ブラックのキャップをかぶると頭がとってもちっちゃく見えるので小顔効果もあってとってもおすすめです。ということで最終コーデはアムロ・レイの声真似をしてやってみました。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今回コートやアウターを使った5コーデの秋冬コーディネート皆様のファッションの参考にしてもらえれば幸いです。ではまた次回の動画でもお会いしましょう。それでは。